首がなんか切れてると嬉しくない？首切り嬉しい気持ちになる。なんか首がさ、切れてるとさ、はぁ、はぁって気持ちにならない？なんか、あわわわわってなるじゃん、なんかあわわわ感が好きなんだよな。うちの冒険者で、こう、物理的に首を切られて、死んじゃった冒険者いる。物語の終わりとして、首を切られて終わりになった冒険者が一人います。首切られんの？なんか、ちょっと好きなのかもしんないな。え、ちょっとどんな冒険者か喋っていい？喋ろっか？あれです。うちの武士道の姫子、姫子の子なんですけど、武士道の。まあ、ちょっと気狂いだったんですね。もともとは高名な武家のお嬢さんだったんだけど、すっごい厳しすぎる修行を受けてて、家宝にあった妖刀ニヒルを触ったら、アッパーにこう気が触れちゃって、その家族全員、首を、やっちゃって、コロコロしてしまって、で、家に火もつけて、で、超嬉しそうに、こう、そのまま、武士道の里を出て行ったっていう子がいて、で、その子が、武士道の里で、まあ、そのまま、まあ、締め手配になっちゃって、その、武士道の里っていうか、まあ、そういう武芸を、こう、よくやる、なんか極めてる集落があったんですよね。で、その子はま、なんか、ふらふら歩いてたら、ハイラガードにたどり着いたので、世界樹2で、あ、もともとエトリア行ったんだっけな、もともとエトリア行ったんだけど、まあ、ハイラガードで冒険者やって、それで、あ、そうそうそう、早く人を切りたいってなっちゃった。そうなんですよ。早く人を切りたいの姫子ちゃんを、こう、うちでも解釈して作ろうと思って、咀嚼して、そのイメージから発展させて作ったので、だから早く人を切りたいになっちゃったんですけど、もう本当にでももう、ちょっと人とは違うなってなる子？同じ人間の感性として分かり合えないなっていうレベルの子にしたんですよ。したんですよ。てか、そういう子になったんですよ。なんですけど、で、その子が、まあ、世界中にハイラガードで、でもまあ、そこでね、こう、仲間に恵まれてというか、こう、分かり合うことは多少できなかったかもしんないけど、なんかこう、まあそれなりに、なんかこう、彼女なりに多分情は湧いてたんだろうな、みたいなぐらいの関わり、交流をして、で、うん、そう、トガちゃんみたいな感じかも。そうかもしんない。トガちゃんみたいな感じかも。交流とか分かり合ったり合わなかったりしたんだけど、最終的にハイラガードにその、追っ手が追いついちゃって、その居場所が割れちゃってね、やっぱり。ギルドとしてもちょっとそこそこ有名になっちゃったし。それで、居場所が割れちゃって、達人の武士道に、まあ、やられちゃいましてね、首を。っていうエンド。そのギルドに、その姫子のことが、すっごい大好きで、で、お互いめっちゃなんかこう、ラブラブ状態みたいになってた、白ダクハンがいたんですけど、その白ダクハンが、すごい、まあ、それをまあ、目撃してしまって、こう、そりゃもう、激高して、それで、あだうちに、そのまま追って出かけるんですけど、結局、やっぱり武士道の方が強かったんで、ちょっと返り討ちに遭っちゃって。で、何もできなかったけど、だけどまあ、それを憐れんだ武士道の里の人が、なんかこう、同じ墓んとこに置いてくれたみたいな。そういう冒険者を、笹崎、以前作りましたね。聞いてくれてありがとうございました。また笹崎が闇いっぱいとか言われるよ。闇ギルドとか言われるよ、また。またさ、でも正直そういうのが好きだった時期の話なんで、まあまあ、擁護はできないというか。重い。胃もたれしたけど好き、ありがとう。
そういうのが好きだった時期、今もではないのか。いや、今も、今はさ、もうちょっとハッピーエンドするよ。これを、ギリギリ一命を飛び止めるぐらいはするよ。今だったら。今やるんだったら、武士道の方は、ギリギリ一命を取り留めるけど、まあ、腕を落とされるぐらいにしとかな。腕を落とされるぐらいにして、そしたらもう武士道としてはやっていけなくなるけど、でも、その、とどめを刺される前に武士、ダークハンターが間に合って、それで、で、ダークハンターもものすごい、なんか重傷を受けるけど、なんかそのダークハンターの必死な様子に、その、武士道の人、資格の人が、こう、なんか思い入るものがあって、なんか、見逃してくれるぐらいにしとくよ。今やるならね。こっちの方が、なんか救いがあるし、なんかこう、笹崎、今の笹崎はそっちの方が好みだな。まあ、腕一本ぐらいはもらうかもしんないけど、そのぐらいにしとくと思う、多分。今やるなら。学生の頃の方がそういう設定考えるかも。でしょでしょ？そうそう。まだ若かったからさ、笹崎も。キキちゃんからハッピーエイドの設定聞いたことないわ。なんかね、なんかさ、振り返ってるとなんかさ、なんか最後ビターエイドなりがちなんですよね。おかしいな。そんなつもりなかったんだけどな。最後まで見てくれてありがとう。笹崎キキがゲームを熱く語るチャンネルは、各週土曜日に動画を投稿。配信は毎週日曜金曜にやってるよ。さらにさらに毎月11日はキキの日。ちょっと特別な企画配信をやるよ。通知をオンにして待っていてね。高評価やコメントもとっても嬉しいなー。